はいどうも、ベシです。観覧やっていきます。今回はですね、初の公式戦やっていきたいと思います。前回はね、練習試合で9番藤岡がまさかの2アウト満塁でレフトにサヨナラ満塁ホームラン打って勝ちました。4対2で、あれは痺れたね。はい、ってことで、3年生は、この大会で最後になるんですけども、天才吉永ですね。天才吉永は、まあ一応ベンチなんですけども、一つでも多く勝てるようにやっていきたいと思います。ということで行きましょう。誕生日おめでとう。試合にはあんまり出へんけど。さあ、ここは、高いやな。高い方か。で、高いを、これじゃない、高いを3番持ってきて、でここで出とったら、まあそれで返していくみたいな感じでかね。え、前回プルヒついてええ感じになってますけども、よし、これでいこうかな。まあ基本みんな調子いいんで、ちょっと山村だけやな、調子悪いの。はい、ということで、確か前評判相手は D でしたね。はいはい、ってことで、まあ早速やっていきます。レッツゴー。お待たせいたしました。さあ、これから球児たちの夢舞台が幕を開けます。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。一塁側河内、三塁側アンデルゼン。いや、やっぱこのペンストライプの方がかっこいいですね。ま、前評判 D でしたけど、先方戦力あえて E なんで、なんとかいけるかなと思うんですけどね。ってことでやっていきましょう。バッターは高い、マウンド上は野上。さあ、ということで、引っ張りちゃうからな、ちょっとセンター返しにしようか。直球決まってストライク、打ちました。確かプルヒって強振じゃないとあれか、発動せんのかな。投げました、見逃し三振。いや、見逃し三振はあかんやろ。初回は完璧なピッチング、せめて振ってこい。ほら、先制された。でも攻撃同点のチャンスです。ツーアウトランナー1塁という場面で、バッターは2年生高井、第9バーナム、マジで初球を打ちました。 OK、 いやー、伸びが当たらなかったな。アンデルセン、結局ランナー2人残塁、ったからな。3回の表が終わって1対0です。さあ、1点返そうぜって言おうとしたら、追加点は与えたくない。まさかの守備か。ワンアウトランナー2塁という場面で、バッターは2年生からと、今日はピッチャーゴロとキャッチャーゴロ、マウンド上ピッチャーは梶山。どうしようかな、66やろ。さあ、調子を上げてくるか。飛ばして、できるか。初球送りバント、キャッチャー目の前、取った。セサニアウトロス、うわ、セーフ。一塁はセーフ、記録はヒット、記録はヒットです。それはアンデルセン、なおもピンチが続きます。あと、じゃあ、さあ、ここはゲッツー体制を取ります。第2球投げました、ストレートからこれで追い込みました。追い込んでから投げました、1球外した、ボール。いいよ、外していいよ、外していいよ、頼むで頼むで。1点はしゃない。オッケー、ナイス、ナイスピッチ、さすがエース。まずは1塁牽制、オッケー、初球打った、頼む、いけるやろ、セカンド、オッケー、アイナス。スリーアウトチェンジ。やっぱね、打撃しか鍛えてないんで、ここは守備は怖いですね。前半が終わりまして1対0です。ゲームはこれから後半6回に入ります。最高勢高い。トップバッターは高い。今日は三振とショートライナー。第9。もう積極的に行こうか。第3球を振るな。投げた。振るな。打っていく。いやー、惜しい。これでワンアウト。ランナーはありません。ボール生ちゃうよ、ちゃうけ。アンデルセン、同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で、バッターは1年生五島。今日はショートライナーとショートゴロ。第9ストライク、まずは見送りました。頼むで頼むで、攻めて1点返そう。ワンヒットでいいから。1球目ストライクから直球ストライク低め、いやー、追い込まれました。慎重なのはいいけど、第3球をここで1本打った。これは内野へのフライだ。そらな、ショート落下点に入りました。あっと、こぼした。オッケー、ナイス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 。オッケー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 。追いつきました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは富永。今日は熱血とかそんなものじゃん、そういう問題じゃないよ。自分打ち切っちゃうんけ、ラッキーボーイやろ絶対。
あんで、オッケーオッケー、とりあえず1点返した。オッケー、こっから行こうか。ほんじゃ、トーミヤが使うか。俺とセンター返し行こう。ストレートはストライク、まずは見送りました。第4球を投げました。オッケー、あー惜しい。投げました。オッケー、いやー、いい当たりやけど。6回の表が終わって1対1。オッケーオッケー、とりあえずまあ1点返した。さあ高いか、しなーな。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生品田。今日はここまで3打数1安打ヒットじゃんけ、1三振。これいいね。さあここ流し打ちあかんな、さすがに。待てよ、ラッキーボーイ使って、ハイボールか。あ、これでいくか。打った、痛烈な当たりですが、あかんってそれは。やった、あかんやつ、いっちゃんやった、あかんそれは。アンデルセン、ここは失点したくないところ。ドバシ行こうか。ほいでここでやめとくか、とりあえず。調子を上げることはできるか。とりあえずのとこ、俺はドバシを信じる。第9初球高速スライダー、俺はドバシを信じる。第2球投げました、変化球ストライク。俺はドバシを信じる。少し意識しすぎたか。投球はこれから3球目、高め。俺はドバシを信じた。オッケー、ナイス。3アウトチェンジ。アンデルセン、この回2アウト1塁2塁のピッチでしたが、ナイスナイスナイス、ワンポイント。アンデルセン、この回はクリーンナップ。さあここで野手陣返したろうよ。先頭バッターは高い、広角広角打法か。うん、これどっちどっちどっち発動されんよ、これどっちも吸い取るけど。第9投げました、初球空振り。自分身長打法とは、ここは身長打法とは。第2球投げました、どんなクソボールだったの。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、打ちました。あっ、噛みました。これでランナーアウト、ランナーはありません。五十嵐行こうか。おいで、天霊で、これ行っとこうか。オッケーオッケー。じゃあこれで使って。オッケーオッケー、行こう行こう。さあここはゲッツーシフトを敷きます。初球から打ってった。いやー、それはうまいわ。センターからサードへ。いやー、なんちゅう球。水をいいバッティングを見せました。いや、それやばいな。アンデルセン、ピンチを迎えます。前進守備な。ここで前進守備を敷きます。頑張り、がらしい。投球これから2球目、2球目ストライク。オッケー、ナイス。ボールはみたいな感じだったけどな。第3球をカーブはボール、インコース高め。出てこるやもんな、俺。次が4球目、頑張れ。バントしてきた。いや、マジ。いや、それは。いやここで勝ち越されました。河内、貴重な1点が入りました。いや、でも今のバントうまかったな。あれピッチャー前やったら多分刺すとったやろ。まあでもこれはちょっと待てよ。さあ外野は浅めの守備位置に変更です。これでいこうか。第2球投げた、決まった、ストライク。 OK、 ナイスボー、ナイスボー。いいよ、一塁歩いとるからな。外角、外れてる。オッケーオッケー、厳しいとこついていこう。一塁歩いとるから。投球これから4球目、空振り。オッケー、ナイスボーナイスボーナイスボー。もう一球は滑んで、もう一球は滑んで。第5球投げた、高めボール球。いい、あ、ナイス、危ねー。これでナイス、今日はランナーは2塁変わりません。いいよ、関川。第9投げた、ストライク。ええねえ。第2球投げた、打った、これは打たせてるピッチング、いいよ、エラーすんなよ。オッケー、ナイス。さあ頑張ろう、頑張ろうみんな、頑張ろう。ここいよいよ最終回を迎えました。さあ持ち前のファイトが全面に出てきました。第9投げた、見送ってストライク。身長でも真ん中はいかないの。投球これから2球目、オッケー、ナイスナイスナイス、頑張れ原山。第3球オッケーオッケーオッケー。いやー、身長でいいかな。
振るな。投げました。オッケー。あーどうしよう。ちょっと待て。ま、いや、やめとこう。さあ5球目。打てない、打てない、打て。打ちました。いや待った方が良かったか。ボールを掴んだ。一塁送球。アウト。原山いい当たりでしたがショート正面でした。これでワンアウト。バッターは1年生。いやー厳しいなー。頑張れ。誰かおったっけ。ちょっと角田出そうか。バッターは代打角田。すげえな、ノミスついた。さあ思考を研ぎ澄ませていきます。お任せ。もうじゃあもう角田に任せよう。ほんじゃボール。そんだけ自信あるんやったら任せるわ。第2球投げました。ストレートはボール。勝ちたいけどな。でも正直まだメインの年じゃないんで、まあ、3年生はもう正直諦めてるんで、第4球をまあ勝てたらいいけどな。投げました。見送ってストライク。頑張れ角田。投球これから5球目。打ちました。あー惜しい。そんな外角度はボール球引っ張るもんじゃないけどな。引っ張るもんじゃないけどな。バッターは1年生富永。富永スタンドからは必死の声援が続いています。もう思い出残してやろう。ピンチヒッター吉永。アンデルセン内田構成に出ます。才能開花もう早ないか自分早ないか。才能を開花することはできるか。早ないか自分。でもじゃあもうこれ、いやー積極的に行こうか。第9投げました。低め際どいボール。さあ果たして10割で終わるのか。投げました。来た。打ったこれはいい。いけ。入れば同点だ。伸びた伸びていった。おほほーナイス。代打同点ホームラン。左中間スタンドに叩き込んだ。今チームメイトが迎えます。いやーまさか、いやーやっぱ打つと、打つとなんか予感してたけど、ほんまに打つと思わなかった。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。もう積極的に行こうか。ほんの投げたストライク。オッケーよいよ。ここは外野陣が深めの守備位置に変わっています。第2球投げた。直球見送ってストライク。早くも追い込まれています。もう決めてはもう投げた。まさか吉永がやると思わなかったな。アウト。スリーアウトチェンジ。9回の表。さあここ河内。この回の攻撃はラストバッターから始まります。さあ五十嵐頑張れ。もう行けるとこまで行こう。初球ストライクから第2球行けるとこまで行って、ほんでもう無理やったら松屋、松屋やったっけ、松屋に変わってもらう。頑張れ五十嵐。投げました。行かれた行かれた。いやー白球は無情にもライトスタンドへ。頼むからこれで一発ついてほしくないな。さよなら負け。いやーでもまあ戦いしちゃいたくなったけどな。素晴らしい一発で吉永もね、もうしっかり打ってくれて打率10割で終われたんですけど、まあいやー早い夏やった。オッケー、赤徳もついてないから、まあまあとりあえずよしとしよう。さあまあ吉永の世代は終わってしまったんですけども、まあこっからが本番なんで、まあ俺からしたら藤岡で行こうか。ロッテの藤岡選手ではないけど、今年は打撃なんで、もう打撃記録重視でいきます。次のアンケートはもう何になるか分かんないですけども、はい、ってことで打撃記録重視。はい、いやー惜しかったな。でもなんか希望は見えた。はい、ってことで、まあ3年生終わってしまったんですけども、まあ、吉永は終わってしまったんですけども、こっからがまあ見どころっちゅうか、まあ本番なんで、こっからまあ甲子園出ていけるようなまあレベルになってくれたらいいかなと思ってんですけどね。はい、ってことで、今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。